より小さい2024年4月12日、金曜日、日本時間13日、MLB ロサンゼルスドジャース対サンディエゴパドレスアットドジャースタジアムより大きい。動画、大谷翔平は道具も異次元だった。元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁。ドジャースタジアムはもはやお祭り騒ぎだ。 1> 第1打席で松井秀喜氏に並ぶ日本人メジャーリーガー最多本塁打隊の175本を放ったドジャースの大谷翔平29が第3打席で日米通算戦安打を達成した5回裏のドジャースの攻撃この回の先頭打者という場面で打席が回ってきた大谷はパドレス先発のキング28と対戦ここまで通算3本塁打を放ち 第一打席でも本塁打を放った相手に対し、大谷はカウント1、2からキングが放った4球目をすくい上げた。打球は3塁線すれすれ、レフトとサードの間にフラフラと上がっていったが、この打球をサードのウェイドが猛追するも取れずにフェアゾーンにポトリこの打球の処理の間に大谷は2塁へと進塁。 大谷はこれで自身の日米通算安打数も節目の1000本目に到達。メモリアルな一打となった。